どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パックにて登場した強化された忍者やっていきましょう。忍者ね、まあね、強いのか弱いのかよくわかりませんね。まだ言うてまだ新パック来てから7時間ぐらいしか経ってないんで、まだ強いのか弱いのかちょっとまだ環境デッキと、まあ、やりきってないんでまだわかんないですけど、すげえ面白い動き方をしますね。そして難しいっす。結構難しい回すのが。でどういうデッキかっていうとですね、まあ、もちろん忍者なんで今までの昔の忍者触ったことある人だったらわかるかなと思うんですけど、変身してるんですよ忍者って。下級忍者を、まあ、上級忍者にこう変身させて、で、まあ、上級忍者の効果をうまく使って戦っていくっていう、そういうデッキになるんですけど、結構ね、これやっぱ半蔵が強いですね。やっぱり結局忍者って半蔵系です。半蔵くんこれ召喚すると、召喚に成功すると、忍法、魔法トラップカードね、これ全部魔法トラップカード全部忍法なんだけど、全部何でも1枚持ってこれると。で特殊召喚が反転召喚に成功すると、忍者を持っておりますっていう効果を持ってます。でですね、新しく追加されたこのね、超変化の術っていう、まあ、超変身するこのトラップカード、これがやばいんですよ。これ簡単に説明すると、忍者版超融合です。忍者版超融合、つまり相手のモンスターと、あと私とあなたで超融合、あなたと私で超融合でいきますよ。効果ね、自分のフィールド上の忍者1体と、相手フィールドのモンスター1体を選択して、そいつらを墓地送って、そのレベルの合計以下の、ドラゴンか恐竜か海竜を、まあ、デッキから出せるよと。で、まあ、今回、まあ、純正忍者に組んであるんで、これドラゴン族なんですよね。こうなんか、右腕がシャチホコさん、ミスターシャチホコさん、ミスターシャチホコさんがこれドラゴンなんで、まあ、じゃなくて恐竜なんで、間違えた、ドラゴンじゃねえよ恐竜なんで、出せますよと、長編でね。で、何が強いかってやっぱ相手のモンスターを除去できるっていうところなんですよ。相手のモンスター1体を墓地で送りつつ、自分の下級忍者でもいいけど、なんでもいいけどね、忍者を、まあ、リリースしてこれを出せるよっていう、これがやっぱ強いです、非常に強い。で、ってことは逆に言うと、半蔵で、超変化をサーチしてセットした場合、相手はモンスターを表側で出してくれないっていう問題が発生するんですね。必ずだって超変化あるんだから、モンスターを表で出すわけないよね。だからそういう時のための変化なんですよ。で変化は自分の忍者をリリースして、プラスレベル3以下の忍者出せるから、まあ黒竜とか、セキュリティとかね、この辺の忍者を使って、もし表側で出してくれないんだったら超変化できないから、まあ、この辺のモンスターをうまいこと使っていくという感じですね。でね、今まで通り隠密忍法帳と、まあ、コンバージョン、これ忍法も全部破壊することによってツードローするっていうカードなんですよ、ゴールドコンバージョンって。だから隠密で、まあ、なんか適当 なんかニート、手札にいる働きもしないニートの忍者を捨てまして、で、ゴールドコンバージョン持ってきたりとか、まあ、必要なね、インポ、なんでもセットできるんですけど、これ持ってきたりとか、できますよと。まあ、要は手札入れ替えもできるよっていうことで。ゴールドコンバージョンで今回はね、掘り進めます、デッキを。掘りまくって進めるっていう感じですね。で、なんとか半蔵とか、まあ、下級モンスターですね。下級モンスターの忍者が、まあ、引けないと話にならないんで、まあ、半蔵とか、このエビスとかを、まあ、引いてくると。でね、やってて思ったのは、これがガチで強いね。カックレザーと忍法修練の地、これが本当に強い。何が強いかっていうと、まあ、まずそもそも忍者が召喚反対召喚特殊召喚に成功すると、自分の墓地の忍者を回収できると、まあ、忍者がもしくは忍法ね、だからアドバンテージを回復できるということと、あと、まあ、もちろんね、回収したカードの効果使えないんでこれ注意してほしいんですけど、で、自分のフィールドの忍者モンスターもしくは忍法カードが戦闘効果で破壊される場合、忍者を墓地から除外すると無効にできるんですよ。これね、これ何が違うかというと、全部守れるんですよね。例えば、まあ、変化とか、超変化とか、忍法修練の地とかやった後で、黒竜が立ってる、黄竜とかが立ってる、でそこにじゃあ、ブラロされましたと。ブラックローズとされました。まあ、ドラッグオンバーミルンとかでもいいと。いう時の、この修練の地で、墓地の忍者除外者入ると、全部破壊から守れるんですよ。これ、ほんとに強いです。めっちゃ強い。アドバンテージ回収も強いし、この破壊から守れる、もちろん戦闘でも効果でもどっちでもいいんで、守れるのはこれめっちゃ強いんだね。でじゃあどうやって回していくかっていうと、まあ、見てもらえば分かるんだけど、忍者下級立てて隠れ里を張って
った上で民法 と、徴兵権をセットする、これが一番理想展開ですね。で、これはデッキからしか出せないんですよ、徴兵権って。だから3枚入ってます。まあこれね、すり替えとはでもいいのかもしれないけど、やっぱ結局忍者って先行ゲーをしたいから、先行で鬼のようなガン癖をしたいので、今回こういうギミックにしました。で、スキルもね、リスタート一応まあ初手ゲーなんでリスタートにしてるんですけど、初手で半蔵握りたいとかもあるかな。なんでまあ一応リスタートにしてるんですけど、この絆の力とか噴射でやってるかもしれません、動画中はね。ということで、早速忍者の力見していきましょう。スタンバイ、ニンニン。さあ、お相手の方、ジョロチカジャ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。これ、スキルむずいんだよな、マジで。これ、一応、実行回避のために初手ゲーなんで、リスタートにしてるんですけど、これね、何がいいのかね、一番相性がいいスキルって何なんだろうね。まあ、コズミックサイクロン積んですり替えとかもありなのかなと思うんだけど、結局それ、初手の回となってないから、と思ってますね。で、隠密臨時校長。なんか、これで、なんか、喋ってると、プレミスんだよな。このデッキ、むずいんだよ。とにかくこのデッキはむずい。で、超限界セットしよう。超限界セットした上でのゴールドコンバージョン。これが強いんだよね。これが強い。忍法墓地送りながらの、なるほど、超限界、2枚か。こうして、ターン終了か。OK。で、これで相手が分かり手であれば、もうモンスターを表で出すっていう行為はしないんですよ。基本的にね。まあ、コズミックサイクルとかあれば別だけど、この表でモンスターを出すってことは、そのモンスターを超融合させる、されるってことですから、基本的には。まあ、超変身ですよね。されるってことなんで。まあ、レベルが、一応ね、入ってるやつがね、交流しか入ってないんで、まあ、忍者なんでね。あれ、忍者って結局、その忍法、隠密忍法帳っていうカードのコストになったりするんで、結局、まあもちろん、ドラゴンだったら何でも出せるんですよ。ドラゴンとか恐竜だったら。例えば、ブルーアイズとか、あれも出せるんですけど、なるほど。お、ディーバか。なんか面白いカード入ってるな。で、まあだから、まあ、レベルがね、ある程度高いやつが出てこないと。あー、なるほど。22? ちょ、22めんどくさいな。22は変身ができない。22は変身ができない。ちょ、それめんどくさい。やばい。22、やばいぞ。発ストールか。なんだ。これで、新しくね。あ、やばい。瞬間に増えた。3、4、5、6、7、7。やばい。ブラローこれ。あ、終わったかもしれない。早っ、積むの早い。なんだこのデッキ。ちょ、ブラローやめて。ブラローだ。ブラローやめて。ロストブーブレイカー。なんだっけ、これリリースして魔法トラップ破壊か。リリースして魔法トラップ破壊。あ、それはいいか。ちょ、マジで、ブラ、あ、ぶれ、ブラローされたら終わりだった。ブラローされたら終わりだった。ですね、墓地にですね、あ、終わりじゃねえわ。なんとかなるわ。一応、隠密、じゃあ、隠れ里の隠された効果で、墓地の忍者をね、除外すると、破壊から守れるっていう、アイスミラー、強い。破壊から守るっていう効果を持ってるんですよ。この、隠れ里っていうフィールド魔法ね。フィールド魔法の効果で、墓地の忍者を除外すると、忍法とか忍者が戦闘か効果で破壊されることから守れるっていう効果なんですよね。これ、ハストルじゃないこれ。これ、ハストルなんじゃないこれ。来た、更新ハストール。新しいカード、いいね、ガンガン使って。こう、ハストールの効果はですね、フィールドから離れると、あれ、もう強えな、アイスミラー。アイスミラー連打。これ、フィールドから離れると、あれっす。デモンズチェーンします。相手のモンスター行ったよ。で、さらにその装備状態の、ハストールが、墓地を食らえるか、フィールドから離れると、コズミック作業とかされてもいいんだけど、そうすると、相手のモンスターパクれます。結構強いんですよね。その装備してたモンスターをね。で、ハストール。で、装備されるか。まだいいんじゃないかな。まだいいわ。そりゃいいわ。そこいいわ。大丈夫だ。全く大丈夫、大丈夫だ。半蔵は別に、変身するから。オッケー。で、62か。あ、スクラップかな？これスクラップドラゴン、オッケー。スクラップドラゴン、そこだ！超変身！超変身！仮面ライダー、クーガーってね。仮面ライダーデッキだ、これ。仮面ライダーデッキ。で、忍者が特殊召喚されたので、半蔵を回収していくと。これ、やべえよな、やっぱ。見ました、皆さん。あんだけ頑張って展開した城之内のフィールドが、何もなくなりました。そして私のハンドがもうまだ2枚です。やばい、これ。どうですか？これが超変身の力っすよ。で、半蔵召喚して、さらにまた、忍法帳の、忍法帳じゃない、隠れ里の効果で持ってこれるんですよ。このなんか適当ななんかを。やばいですよね。
シンプルに。で、半蔵の効果で召喚に成功したんで、忍法を持ってくるっていう。どうですこのアドバンテージ。爆破だつってね。強すぎ問題。初見殺し、楽しい。さあ、お相手の方、ゾウのうんちくんよろしくお願いします。デュエル3倍。ゾウのうんちくん多いな。やっぱスキル掘ってんだな、みんなな。いや、俺もゾウのうんちくん使ってスキル掘りてえ。これ、さあ、もうなんかスキルリスタートにしたり、絆の力に今ちょっとしてるんで、もしかしたら動画内で、なんかいろんなスキルのなんか動画が混ざっちゃってるかもしれないですけど、ちょっとすいません。これね、まだ正解のスキルがちょっとまだ分かってないんだよね。どうしよっかなって思ってる。やべえ、なんか強いな。強いんだけど。なんで根性で芝刈り引いてんだよ、こいつ。叫んだよ。叫んだよ。なんで根性で芝刈り引いてんだよ、こいつ。叫んだよ。なんだこいつ。リベネットも、いや、強くない？ちょっと待ってよ。なんかすげえ強いんだけど、この人。やばいんだけど、何これ。これ、やばくない？なんか墓地落ちてるの結構やばいカードいっぱい落ちてるよ。で、カイトルで落ちてて、宮塚さんも落ちてる。で、モノノベも落ちてるか。なるほどな。やばいな、これ。ぶん回りすぎでは。ぶん回りすぎでは。その根性でさ、初手芝刈り引くのやめろよ、マジで。それずるじゃない？これ迷惑じゃない？これ迷惑じゃない？これ。ブーメラン、ブワーンっつって、刺さってきそう。リベンデッドボーンで、墓地のなんか、あれか、知らないかなんか除外するのか。いや、つえあ、モノノベと？いやー、これでワンドロワンステか。暗黒間取引自分だけしていく。いや、強っ。ちょっと待って、つえまあでも、ただ、いや、これ、意外いけんのは、小変化さえ引ければね、あれなんですよね。破壊耐性とか無視していけるんで。破壊耐性とか無視していけるんで。宮塚さんのか。宮塚さんのマジで強すぎんだよな。どうしようか。とりあえず、こうですね。で、隠れ里を破壊して通道しましょう。で、これ通道していく。ナイス！半蔵くんナイス！で、半蔵くんナイス、半蔵くん効果。で、隠密忍法杖持ってくる。これがね、やっぱコンバージョンの強いところなんだよね。ぶん回らせるっていう。楽しいんですよ。で、忍法帳発動するじゃないですか。で、このなんかニートを捨てていく。もう全く手札に来て仕事しない。ニートを捨てて、ニートを捨てて、これは超変化だろうな。さすがに。さすがに超変化セット。で、もう一発コンバージョンしましょう。表側ね、忍法破壊して通道っていうカードですね。あ、いいね。で、セット。ターン終了か。ターン終了しかねえな。で、あとは、相手のなんか動き方を見ていくしかないんだけど、これさ、マジでやばいのさ、墓地で宮塚さん落ちてるっていう現象なんだよね、これ。あー！やべえの来た！やべえの来た！これどうすればいいんだ？どうすればいいんだ？もう超変化打って、ちょっと待って、これどうすればいいんだ？これやばくない？で、半蔵すんじゃんね。で、エグゼクターは破壊耐性を無視して、このモンスター2体を墓地に送って、で、氷の忍者を超変身！超変身！で、モノの効果。で、宮塚さんですよね。宮塚さん、オッケー。で、どっち破壊？どっち破壊？まあ、魔法トラップの方だろうな、多分。あ、そっちか。オッケー。まあ、どっちもいいや。氷の忍者に、変化の術を発動。変身ほらせやー頑張ってる俺すげえ頑張ってる。オッケー。で、これ除外はできるわ。除外はできる。で、モノノフが今戦闘すると戦闘したモンスターを除外するよっていう効果がついてるんで、これはね、ほっといちゃいけないんで、黒竜で忍者と忍法を墓地に送ることによってフィールドのモンスター一体を除外していく。よし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 。オッケーオッケーオッケー。で、開始するのか宮塚さん。お、宮塚さん回収来た。これはでかい。宮塚さん回収はでかい。これは墓地に宮塚さんがいなくなった。いける。バトルフェーズ入っていく。バトルしてくる。してこない。いけるんじゃないか、これ。いけるんじゃないか。落ち着け
まずは半蔵召喚だ。半蔵召喚、半蔵召喚で忍法を持ってこれるやつ、これは修練の地だ。修練の地からの黒竜の忍者の効果発動、墓地じゃなくて手札から忍者と忍法を捨ててモンスター除外、破壊耐性は無視、 OK。 でカイトロイドが1枚ある、カイトロイドが1枚ある、カイトロイドが1枚あること覚えておきましょう。で修練の地、これで、忍法もしくは忍者破壊耐性を得ました。バトルです、いけ忍忍手裏剣でカイトロイド OK、 カイトロイドは1回使わした。で破壊耐性1回ある、除外も1回できるな、除外1回できるわ、除外1回できる。半蔵とあの隠れ座と、隠れ座とをあの除外すれば1体は除外できる。モンスターは多分なんとかなると思いたい。宮塚さん、宮塚さんはね出してきてからの方がねいいんだよね。これ何が出てくるかっていう、あー43か、43は出させてからでいいんじゃない。あれでしょ、あやかし神でしょ、あやかし神でしょ、出させてから除外じゃない、これ出させて除外じゃない、これこれ強いんじゃない、これ出させて除外、やるだけやらせて除外。よし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 、進化しろ進化しろ進化しろ早く進化しろ。半蔵と隠れ座と一応コストあるんですよね、コストあるんで、コストあるんで1体除外できます。いけるぞ、頑張れ黒竜、根性見せろ黒竜、 OK、 わやかしかもね、あブラックローズやばい、ブラックローズ、あ待って、隠れ座と効果あるんじゃん、これ隠れ座と効果、これやばい、これ全部守れるんじゃない、これあ強っ、強えあっ強えっ、里最強だこれ。さあお相手の方、ジュン君よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ジュンのさ、糸田のさ、糸田のさ、あれだよね、あの髪型かっけえよな、この髪型、この髪型がなんかすげえかっけえよな、遊戯王界の中では。なかなかやっぱこう自己回帰になるからリスタートとかいいかもしんねえな、これなんかなんだかんだリスタート安定みたいなのがある、これ初手ゲーだから、忍者が、忍者イコール初手ゲーやから。無の煉獄やばそうだな、なんかてかそんなやべえ、よく見たらライフ5500あるやん、これ絶対あのさ、どうちゃらこうちゃらフランケンとかいうなんかさ、あの機械男出てくるんじゃない、これこれ機械仕掛けのおじさん出てくるやつじゃないの、これちょ絶対そうじゃん、これ絶対そうじゃん、ダウンビートでしょ、これどうせどうせダウンビートでしょ。あでもさ待って待てよ、落ち着け、これ意外とさ変化、いやこれ超変化、これ出してきたやつ超変化でいいか、あ待って、出してきたやつ超変化でいいのか、あれ変化した方がいいかも、いや超変化でいいな、出してきたやつ超変化だ、あやべえ、でもキャバラリーできたらやばいか、キャバラリーが出てきたらやばいな、ちょっと待ってガチでやばいことした、ガチでやばいことが、うーわー、嘘だろ、いやー、それは聞いてないんですけど、聞いてないよ、聞いてないよ、それこんなことある。